皆さんこんこにちは私のチャンネルへようこそ。パリ五輪柔道男子9 0キロ級決勝31日シャンドマルスアリーナ。村尾三四郎ジェスグループは東京五輪金メダリストのラシャベカウリジョージアに合わせ技一本で敗れ銀メダルとなった。疑惑の判定に泣いた。両者技リーを奪い残り30秒となったところで村尾が内股を仕掛け。 投げ飛ばされたた。ベカウリは尻餅をついた技ありかと村尾も視線を送ったが審判は反応せず場内には大ブーイングが響いたその後残り7秒で繰り出したベカ売りのコーチ狩りが映像で認められ合わせ技一本負け村尾は呆然となる中再び場内大ブーイングとなった敗戦後鈴木監督は疑惑の判定について冷静に分析した 尻餅はついていたが、ベカウリが畳についたのは右手のみ。両手をついていれば技ありだった可能性が高く、今大会5日間を見ていると、技ありを取ってないかな。仕方ないと納得するしかなかった。村尾のこの階級での立ち位置は自分は優勝する選手だと思っている。ベカウリ選手の存在が研究の対象だった。 決勝で当たた。ることをを想定してて何度も研究を重ねてきた世界選手権の時もそうだったがポイントを先に取って取り返される展開同じ展開になって2つ目の技ありを取る難しさとスロースターターっぽいベカウリ選手の流れを断ち切ることができなかった前半リードしてじわじわ詰められる流れも分かってはいるんですが それが対処しきれなかったのはまだまだ作戦が足りなかったと振り返った。最後の判定については、僕も映像で見ました。あのポイントは今回の五輪では取ってないなという印象です。ですので、この大会を通して、この5日目までの流れを見たら、取ってないということで納得してますと認めた。今大会に限ってかとの問いには。 今大会に限っての部分が大大きいと思う。大会ごとにちょっとずつに違うがあれは今回取ってない印象の試合がいくつかあった取らないんだと言われれば取らないんだろうなという印象どうしてもあったでしょと自分がぐちぐち言うようなほどではなかったなと思うしょうがないなというところだと思う片手右手しかついてなかった両手ついたらポイントだった 尻餅をついて両手だったらポイント。でも片手なので、ルールのぼそう書いてあるのでと印象を語った。選手との情報共有については、共有はしてない。あれは狙ってできることじゃないですし、その時その時の相手のディフェンスの力とかタイミングにもよる。いちいち言っても何残っちゃとなってしまうと説明した。最後の配線の場面については 何回か転がしててるる外刈りに行ってるあそこは勝負だったと思う焦って技を出したように見えなかった本人なりに投げに行った結果三四郎の戦いは反省するところではないししっかり戦ってくれたと思いますと語ったコーチボックスの小野コーチは村尾の内股について仕方ないとしながらそれなら最後もベカ売りのポイントを取らずに見て延長でもよかったのでは と首をひねった。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。